はい、ガレージライフの高橋直樹です。今お乗りの車10万キロ超えてますでしょうか。10万キロも乗ったんでそろそろ買い替えかなと思ってる方、ちょっと待ってください。10万キロ超えた車、本当に買い時でしょうか。その真実をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。よくですね、10万キロ超えましたと、あと10年乗りましたということで、そろそろ車やばいんじゃないかなと、買い時だなって考えてる方いらっしゃるかと思います。で、それってじゃあどんな根拠があるのかっていうと、これは結構ね、昔から言われてきたことなんですよね。10年10万キロでそろそろ車寿命と言われて、未だにですね、それが残ってるんですよ。その理由なんですけど、今の車の水準と昔の車の水準を比べてみると、この差っていうのは技術的なところがすごいんですよね。その一昔前は確かに10年10万キロと言われますと、大体壊れてくるところとか交換しなきゃいけないというところがやっぱりあったので、もちろんその外装もですね、まあその地域によってはそろそろ錆びてきて寿命かなっていうのが、大体10年10万キロというのが目安だったのは確かなんです。ちょっと今の車は後の方でお話しするとして、10年10万キロで一体何が壊れてしまうのかと、もちろん、丁寧に整備されててですね、外装もしっかりと、下回りもしっかりと管理されて全然大丈夫だよっていう方もそれは当然いらっしゃいますけれども、一般論として10年10万キロで一体何が壊れていたのかというお話なんですよ。まあ車というのは鉄の塊であり、精密部品の塊であるわけですよ。そういうわけで、どんな車もですね、いずれ寿命は来るわけです。それは当然今の車も同じことです。まず一昔前の車としては、エンジン自体の中にですね、タイミングベルトという部品が入っております。これは本当に重要な部品で、これ一つだけで動力を司っているっていう部品なんですね。エンジンは空気を取り入れて、それに燃料を混合させて、そこに着火して燃焼させるという工程があるんですけども、それを全てこのタイミングベルトというもので、しっかりと駆動させております。このベルト、まあ、タイミングベルトというものが今タイミングチェーンになってます。要はゴムから金属になってるので大丈夫なんですけど、このタイミングベルト10万キロごとに交換っていうのが推奨されていまして、それで10万キロという、そういった感覚もあるんですよね。だから10万キロ近くなってきて、そろそろ車もボロボロになってきたと、タイミングベルトの交換というのはまた一つ大きい工賃が発生してしまいますので、じゃあその工賃を、まあ、車もちょっとくたびれてきたし、タイミングベルトを交換して乗るよりだったら今のうち代替してしまおうっていう方もね、いらっしゃったわけなんですね。ということでね、まずこのタイミングベルトっていうのが今タイミングチェーンになって、その10万キロ交換っていう縛りがなくなったんですけれども、そういった部品があったということで、そのような要因も一つあるんですね。あとはスパークプラグというもの、これはさっき言ったね、空気に燃料を混ぜ合わせてそれに着火する部品です。着火して燃焼を得るためにはスパークプラグがないといけないんですけど、このスパークプラグっていうのはですね、まあ、これも消耗品なんですね。パチって火花を飛ばすんですけど、その火花を飛ばすたびに、そしてそれは燃焼室っていうところで常にさらされてるわけですよ。まあそういうわけでですね、これもかなり消耗する部品なんですけど、これもですね、一昔前っていうのはだいたい2万から3万キロで交換してくださいという推奨はされてました、そのプラグメーカーってね。ただ2万3万であまり交換っていうのは、プラグが消耗しなければ4、5万キロまで乗るっていう方も結構おりますけれども、それが1980年代以降になってきますと、今度は、このスパークプラグが超寿命化されてきました。それが白金プラグというものの登場なんです。この白金プラグというのは、自動車メーカーの指定ではだいたい10万キロを超えたら交換してくださいとか、交換してくださいっていうか、10万キロまで交換しなくて大丈夫ですよみたいなニュアンスですね。で、そこがね、白金プラグであれば点検を省ける部品でもあるわけなんですね。ということでね、スパークプラグもこの10万キロという区切りがありますね。ただこのスパークプラグに関しては、その正直10万キロっていうのもあまり、過信してしまっては、その車時代のなんていうかな、性能を引き出すにはちょっと良くないんですね。しっかりした点火がないとしっかりと走ってくれないし、プラグに点火しなさいよって指示を出す部品があるんです。イグニションコイルって言うんですけど、そこにも負担がかかって、結局そこも壊れると結構なね、額になってしまうので、そういった意味も含めてスパークプラグっていうのは10万キロ待たずしてちょっと見ていただくっていうのがポイントかもしれません。
やっぱりね、白金使ってるんで、まあ、点検する方もしないことがよくあるので、10万キロごとの交換って言われてますから、そんなに摩耗っていうのはないかもしれませんが、例えばそこをですね、5万キロで新しいものに変えるとか、そういった対処をするだけでもエンジンっていうのは調子よく、持ってくれるんですね。で、しかも特に中古車っていうのは、どういったメンテナンスをしてきてるのかはわからないんですね。交換してるかしてないかのところってわかんないんで、中古車を買ったらまずはプラグっていうのはちょっと交換して乗った方がやっぱり安心するのかなっていうのと、前の整備歴がちょっとわかんないということがあって、プラグのネジの部分ですね、その部分がですね、サビも含めて硬くなって全然回んないっていう車も中にはあるんですよ。はい、ということで、ね、僕もね、まあそういった車何台かやったことはあるんですけど、まあ怖いですね。本当に回らないんですよ、硬くて。で、それがもしダメになってしまったら、エンジンを下ろして、まあヘッドごとなんとかするしかないというお話になりますので、これはちょっとね、やってて気持ち悪いんですよね。まあそれくらいプラグっていうのは、何があるか分かんないということもありますので、10万を待たずして一度見てみた方がいいですよね。ということで、まあ10万縛りという消耗品はだいたいこんなところかなとは思います。まあもちろんその冷却水とか、まあそういったものはあるんですけど、あとエンジンの他でいきますと、まあエンジンもね、消耗品の一つなんですけど、特にやっぱりガタが来るのがですね、車体の方なんですよ。ただ平坦な道路を走ってるつもりなんだけど、道路って意外とね、デコボコしてるもんなんです。あとちょっとした段差もあったりするわけなんですけど、そういったところを気にせずに乗れてるじゃないですか。段差だなってちょっとボコッとしたりとか、道路のうねりで段差は感じるんだけれども、別にそんなに不快じゃないじゃないですか。乗ってるために不快だって思わないのは、車がしっかりとそういうところをサポートしてくれてるからなんです。例えば段差があったらショックを吸収してくれたりとか、曲がるとなればまあどちらかにね力がかかるわけなんですけど、そういったところを踏ん張ってくれるとか、本当リアルタイムで働いてくれるんですよ。まあそういったところがどん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 減ってきますよね。これもね、人の関節と同じなんですよ。年齢を重ねていくと、例えば膝とか、足腰ね、痛くなってきたりとかっていうことあるじゃないですか。そういう医学のことはあまり詳しくないんですけど、中の関節がこう減ってきたりとか、車も、同じく消耗してきます。やっぱりその10年を超えてきたものっていうのは、そこそこサスペンション部分ですとかね、走るっていうところの構造的なものが減ってきているので、よくね、足回りが下手ってきたとかっていう言葉を使うんですけど、まあその通りなんですね。あとはその走行っていうところでいきますと、これもさっきの車体の部類に入るかもしれないんですけど、パブベアリングっていう部品があるんですね。まあ、これはね、本当にそのさっきのクッションとかそういったものよりも過酷な働きをしております。これどんなものかなっていう紹介はですね、そのハブベアリングがダメになって作業したもの、下の説明欄にありますので、ぜひご覧ください。まあ、簡単に言いますとね、あの重い車体をですよ、支えつつしかもタイヤを回してるっていう部品なんです。その車重を支えるためにタイヤってありますよね。そのタイヤが直接ついて回っているところの大元がハブベアリングなんです。ドーナツ型で、ドーナツの穴に当たるところですね、そこにシャフトっていうのが入っててタイヤがついてるっていった感覚です。まずタイヤが地面についてるっていうことは、そこにかなり力がかかってるっていうのが分かりますよね。で、さらに車が走行するときそこを回りますと、あの重い車を支えつつ、しかも一般道で60キロとか高速道路で100キロとか、まあ、そんな過酷な仕事してるわけですよ。まあそりゃ当然ね、疲れてきますよ、ハブベアリングさんも。ということで、割とこれの消耗って結構激しいんですね。車の整備の頻度としても割とあります。だから10万キロ行かないで交換っていうのも頻繁にあるんです。今これを聞いてね、じゃあ自分の車はどうなのかな、なんか心配なんだけどって、いいのか悪いのか分かんないなっていう方、これが悪くなってくると、まず音として現れてきます。なんかうるさいなーって、うるさいなっていうのはなんか不快だなっていう音がしてくるんですよ。で、だん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 ゴーっていう音が大きくなってきます。そうなったらすぐ行きつけの車屋さんに相談してください。じゃあそのままもし乗ってたらどうなるかというと、さらに音がうるさくなってきます。もう乗ってられないぐらいの音になってきますね。ゴーっていう音が大きくなってきて、ゴトゴトゴトっていう音もしてくるし、でそのまま乗ってると、もしかしたらタイヤが根元から外れてしまうっていう現象も起きかねません。ということでですね、本当にここの部品壊れてしまったら危ないので、もちろん車検とか定期点検に出した時は点検する箇所ではありますけれども、まあその時異常がなければやっぱり正常という判断になりますので、たまたまね、そこから1ヶ月後に
音がしてくるということも頻繁にあります。なので、まあ、そういう音がしてきたら、まあ、これも消耗品ということでしっかりと直していただきたいなというところです。あとですね、まあ、10万キロ超えてくると走行部品もそうですけど、今度は電気的な部品もですね弱ってくるんですよ。例えばラジエーターファンと呼ばれるものですね。車のエンジンを冷やすために冷却水っていうものが循環してるんですね。LLC って聞いたことありますかね。ロングライフクーラント、まあ、これを冷やすためにその扇風機みたいなのがついてる。ラジエーターって聞いたことありますか。あそこに熱い水が通るわけなんですけど、そこを冷やすために扇風機みたいなラジエーターファンがついてます。まあ、それを回すためのモーターっていうのも、まあ、これも消耗品になってきますんで、これを回らなくなるとどうなるかというと、当然冷却水を冷やせなくなってくるということでオーバーヒートにつながってきます。メーターのところに赤いランプがついたりとか、あと針で動くものであれば上の方の上限まで振り切ってしまうっていう状態ね。この回してると本当にエンジンダメになってしまうんでね、これからもうちょっと大切に乗りたいなって方は注意して乗っていただければと思います。で、最近のものでいきますと、今度ハイブリッド車ですね。ハイブリッド車も電装の塊みたいな感じなんですけど、バッテリーっていうところも心配になってきますよね。ハイブリッドになるとね、よく10万キロ超えるとそろそろかなっていう話は昔は聞きましたね。ただ今は僕の感覚からして10万でそんなに悪くなるかっていうとそうでもないですよね。それは確かにやっぱりね、一昔前のハイブリッドですとやっぱり10万キロでちょっとねって言われたこともあります。そのハイブリッドのバッテリーなんですけど、普通のバッテリー 12V のバッテリーの他にですね、大きいバッテリー何百 V っていうバッテリーがドーンと置いてますけど、その電池もあまり熱を持ちすぎると良くないっていうことで、そこにもですね冷却装置がついてるんですよ。ということで、その冷却ファンに例えばホコリがぎっしり詰まってたりとかね、そういうことで冷却ができなかったりっていう状態が続くと、やっぱりバッテリーの寿命っていうのも落ちてきますので、意外とこれ知らない方いらっしゃいますので、これもですね下の説明欄に載せておきますので、ちょっとお時間のある方見ていただければと思います。はい、ということで、まあちょっと一昔前の車はこんな感じでですね、やっぱり10年10万キロっていうのはある程度のそういった理由があってちょっと寿命かなと言われてきたところなんですが、じゃあ現代の車はどうかというと、今はですねまあ元気ですね。10年10万キロ超えた車でもすっごい快適に乗れます。それはやっぱりさっきも言ったようなね、技術的なものが発達してきて部品もしっかりしてきたと、ただね、なんとなくやっぱり今でも10万超えた車は買いたくないといった方もやっぱり多いです。ただそこのメリットとしては、欲しかった車が安く買えるっていうところなんですよね。10万キロを境に中古車っていうのはそこで一つ値下がりはするんですよ。物は良くてもやっぱり10万キロっていうことで安くなるんですね。っていうことで、乗りたかった車を安く乗りたいっていうことであれば、10万キロ超えたぐらいの車を選ぶっていうのは全然ねありですよね。まあ、僕なんかも10万キロ超えたプリウス PHEV 乗ってますけど、もう全然快適ですね。バッテリーも今のところは、まあ、まだまだ大丈夫です。今ですね12万キロぐらいになりましたけども、まだまだ大丈夫ですし、足回りの部品も交換するってこともないです。ただその10万キロまでどんなメンテナンスしてきたかっていうのはちょっとわからないですよね。記録簿とか入ってればいいんですけど、一番大きいのがエンジンオイルのメンテナンスなんですよね。エンジンオイルをしっかりと定期的にメンテナンスしている車であれば、別に10万キロ超えても普通ですからね。だそこで全然メンテナンスしてなくて何万キロも交換せずに来た車っていうのはそれなりにダメージが来てますので、そこら辺の見極めっていうのは非常にね、難しいんですけれど、しっかりしたところではあまり流通はしてないかなというところなんですけど、ただ今言えるのは10万キロを超えたからといってもうダメっていうことはまずないし、逆にちょっと大げさな言い方なんですけど、慣らし運転が終わったのかなぐらいの感じなんですよね、現代の車っていうのはね。 もちろんね、新車の時からすればいろんな部品は下手ってはきてますよ。だからといって乗れないかといったら、そこから20万キロ30万キロ乗れる車っていうのはたくさんありますから。まして今10万キロ超えたけどどうしようかなって悩んでる方は、今までしっかりとメンテナンスしてきて定期点検とか車検とか出してね、プロに見てもらって、まだ全然下回りも錆びてないしオイル管理もしっかりしてるからまだいけますよって車でしたら、それは長く乗っていただいた方がいいと思います。それもちろん飽きなければですよ。そこでやっぱりね、あ、ちょっと違う車乗ってみたいなっていう方は、それはそれでまあ代替してもそれは全然いいですけど、すごく自分の車に愛着があってですね長く乗りたいなという方は、まだまだ
乗れますので、ぜひこれからもしっかりメンテナンスしていただいて大切に乗っていただければ嬉しいなと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。